懐も寂しい磯島へ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、あいにくのお天気、雨でございます。まあ梅雨だからね、まあぼちぼち梅雨明けるんじゃねとかって言われてありますけど、多分7月半ばぐらいですかねとかっていう予報とかがあったんですけど、まあコロコロ変わりますんでよくわかんないんですけどね。今日は雨でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どどん、イベントですね、昨日京都大阪の方で行われておりますバンキシャー吉野さん、あきらさん、とけやさんですね、ワイタロさんもいらっしゃいましたですね。で、ミルクさんだとか、はい。そうそうたるメンバーが集まっております。レクロ。はい。どういう意味なんだろうね。あんまりよく見てなかったんだけど、レクロっていうことで、はい。なかなかかっこいい感じのイベントしておりましてですね。はい。吉野さんも、パンチキャップかぶっておりましてですね。はい。はっちゃけておりましてですね。はい。やっぱまたちょっとこう、なんか新鮮なメンツと、飲み会なんかされてたみたいで、結構盛り上がってたんじゃないかなとかって思うんですけどですね。はい。で、昨日の夜ライブということで、帰ってきたミスターパンツということで、私がパッと見た時は80人ぐらいかな、70人80人ぐらいちょっと視聴者がいて中で、タレ、シュシュですね、とかの T シャツとかなんかそういったのを販売されておりましたですね。はい。池尾寺こと藤井フミヤ。シフトサロンさんですね。はい。昨日一日、外、福岡また、仕事で回っておりまして、マッサさんといったルートをまた走ってるという、なんか変な感じやねとか思いながら走ってたんですけど、はい。で、ちょうどですね、福岡、あれは、区役所の近くなんかな、あの商工会議所とかの近くに、一層っていうラーメン屋さんがね、はい、あったので、これ確か、シフトさん見に行ったよねとかって、これなんとかの近くでしょとかってなんか言うと言いましたですけど、そのなんとかの近くのなんとかがよく分かってなかったです、はい、みたいな感じだったんですけど、なんでね、新潟の人が知ってんねんっていう感じですね。まあ、昨日、それで思い出したんですけど、あれは何になるのかな、モニタリングじゃないんですけど、いくら稼ぎますねみたいな、なんかやつで、あの大江豊さんって言って、北島三郎ファミリーの方のちょっとぽっちゃりした可愛らしい顔した、昔で言う懐かしいあの内山君みたいな顔した人を角刈りましたね。はい。福岡で、路上ライブしたらいくら稼げるかっていうクイズみたいなのがあったんですけど、まあその前にトレンディエンジェルの斎藤さんだぞっていうね、斎藤さんが、やって1時間で7万ぐらいとかな、すげえなとか思って、はい。で、その大江豊さんが17万、2時間で17万行ってましたね。福岡は優しい方が多いとかってなんか言っておりましたけど、ハブリーね、福岡の人はとかいう感じで、1人3万円ぐらいバーンとこう払ってるしてましたね。すげえなとかで思ってですね。だからやっぱ芸人さんとかが福岡にこう来るっていうのがなんとなくわかる気がしますね。優しいっすよね、多分ね。でもちょっと曲がったことしたらもうめっちゃ嫌いますからね。調子のらんようにねっていう感じですね。はい、じゃあこの続きはまた後で。
のバキ。はい、バキバキさんのバキ続きですということで、よう降りようしゃですよ、雨が。はい、まあ梅雨ですからですね。はい、6月ももう終わります。ついに7月、この梅雨が明けたらパーンと、皆さん夏ですね。サマーバーケーションということで、今度は皆さん夏休暇、何をして楽しむんでしょうかっていう感じですけど、意外と子供は長いけど大人の夏バケーションは短いのじゃないかなと。はい、1年の中で一番長いのはやっぱゴールデンウィークじゃないでしょうかね。はい、そんな感じなんですけど、まあ私ももうおとつい2連休いただきましたので、もうそういう連休っていうのはもう年末年始ぐらいしかございません。毎週水曜日をずっと繰り返していくだけでございます。はい、なかなかね、はい、少人数で頑張っておりますんで無理です。はい、そんな感じでございます。まあありがたいことにね、深夜やったりとかそういうことはもう、まあ、ほぼほぼないということなのでいいんですけどですね。はい、いやー、なかなかこう老体に夢中ってとかって言いますけど、まだまだ若い方に入るみたいで、はい、じゃあこれ10年後どうなんとかってやっぱりゾッとしますよね。うちの同僚が15歳上ということなので、もう引退せないかん年でもまだ全然働かないかんという、はーねえ、実質私一人が稼働してるような感じでございますが、はーい、なかなか私ももうガタが来てるぜみたいなね感じで思っておりますが、そんなことを言うとね、もうとんでもないことになりますんでですね頑張って体には気をつけて、まあ、奇跡的にそんな大病はまだしてないので、今からが怖いなってやっぱ思うんですよね。皆さん体は大事されてくださいねということで、しょんぼりした、日曜日のぼやけて終わっとこうかなと思います。はい、明日は月曜日、もう7月入りますね。はい、ついに7月到来ということで、皆さん、それぞれ植物もランランとしてるんじゃなかろうかと思いますが、もう一段階ランランとする、感じの季節がやってまいりますので、皆さん夏を謳歌していただければなと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。てっけにじー。